ニコライ・ゲンナディエヴィチ・バソフは、ロシアの物理学者で教育者。現在のリペツク州にある、ウスマニの町に生まれた。メーザー、レーザーの発明につながった量子エレクトロニクス分野の基礎研究により、チャールズ・タウンズ、アレクサンドル・プロホロフと共に1964年度のノーベル物理学賞を受賞した。彼は、ボロネジの学校を1941年に卒業した後、 軍のクイビシェフ軍事医学アカデミーに所属した。1943年にアカデミーを卒業すると従軍し第二次世界大戦の第一次ウクライナ戦線に参加した。バソフは1950年にモスクワ物理工科大学を卒業した。そしてほどなく同大学の教授に就任してレベデフ物理学研究所に勤務した。1953年には 博士号の候補となり、1956年に取得した。後に1973年から88年には、ここの研究所の所長を務めた。1962年に彼はロシア科学アカデミーの客員会員、1966年には正会員になった。そして1967年から90年にはアカデミーの理事、1990年以降は、 理事長となった。また国際科学アカデミーの名誉会員となった。ありがとうございます。